ありがとう、みんな。ハッピーバーって、ありがとう。え、タワー当たってるやん、もう。誰誰誰誰、タコさん、タコさんと、ヒサトさん、ありがとう、ありがとう、ありがとうね、タワーね、ありがとうございます。なんかすごい、なんかハートのやつも、ポムちゃん、ありがとう。お誕生日のお祝いかな、ありがとう、嬉しい、ありがとう。誰から一番に連絡もらった？リオナ、太田リオナは毎年お誕生日のにボイスメッセージを12時ぴったりに送ってくれる。めっちゃ可愛くない？マジで可愛い。リオナでした、今年も。リオナで次がリナかな。リナ可愛いよね。ありがとう、おめでとうって、みんなありがとうね。すごい、なんかクマのハート持ってるやつも、ポムちゃんありがとう。あ、ゴンちゃんもタワー立ててくれてる。ありがとう。なんかみんなありがとう、みんな。カホメラちゃん、あやりちゃん、ヤマちゃん、ヒサトさんも。これってさ、全部タワーですか？なんか柄違うけど、全部タワー？この残ってるやつはここに。すごい、ありがとうね、可愛いのいっぱいやってくれて嬉しいよ。お誕生日おめでとうじゃないのよお誕生日って。リクアは何歌いたい？やっぱ夢逃げかな。見た目派手なの全部だわ、ほんま。独断でいいの、見た目派手ってミカナからしたら星も派手ないけど。ポムちゃん3つやってくれてる、ありがとう。みんなありがとう、本当に嬉しい。夢逃げ歌いたい1位ででもやっぱりさ、ダンも歌いたいよね。でもみんなが見たいのに任せます。これはミカナに決めてほしいのなんかさ、リクアワーとか NMB のリクアワーに出るの初めてやからさ、分からんのやけど、これって言う、なんか言うのってどうなん、言った方がいいの、分からん、どういうもんですか。ミカナはみんなが見たいのが歌いたいけどどうなん。ロマンティックなさよならのメンバーがもう3人いないことに、3人しかいないことにびっくりした。ね、やばいよねゆみさんとちひさんとね、歌いたい、ロマンティックなさよなら。でも歌いたい曲っていっぱいあるもん、そんな決めれんよ決めれん。だっていっぱいあるもん、夢逃げも歌いたいし、ダンもエンジョイブレイコンも歌いたいし、そのロマンティックなさよならも歌いたいし、ニーチェ先輩もね歌いたいし、いっぱいある「アップデート」とかも歌いたいな。でも
夢逃げは絶対に歌いたいな。感じ。プライオリティめっちゃね言われる、やってほしいって。あんなね歴史ある曲かっこよくできる自信ないやってみたいけど、みんなありがとうね、いっぱい投げてくれて。投げ銭みたい投げ銭言うなって。ギフトね、ありがとうね。見えてるよ全部。今日は上新日本橋、日本橋、日本橋日本橋店さんで一日店長をしましたありがとうね来てくれて。なんかねびっくりしたのがね、あのみかんらのことを全然知らん感じの方が、山本さんですかって言ってきて、あはいって言ったら、インスタ見てきましたって言ってきて、めっちゃ嬉しくない？そんなさ、みかんのこともあんまりわからん感じの方がみかんのインスタ、なんかちょっと前にミカナのインスタが回ってきて、それで気になってきましたって。嬉しくない？嬉しかった。ミカナそんな名前もあんまちゃんとまだ知ってもらってないのに来てくれるって嬉しいよね。でもね、インスタが回ってきたとか TikTok が回ってきた、来てそれで気になってきたっていうオンライン話し会をそれで来てくれる方が結構多くて、最近嬉しいよね。前回のお話し会の時にめっちゃいた。びっくりじゃない？ありがとうみんな、タワーね、ありがとうね、うん、今日朝早かったのにね、来てくれてありがとうみんな。なんかマジ意外とちゃんと喋れて、なんか普通にリアルお話し会的な感覚で、ありがとう。今日はそのもう終わったのが本当にお昼過ぎとか、お昼で12時なんぼとかに終わったから、ケイトと若菜とやったんですけど、3人でご飯行ったんですよ。めっちゃ可愛くない3人でご飯食べに行っていっぱいおしゃべりしました幸せ空間。インスタのモチベ高まるね、やりがいを感じる。センター生誕っていう、今年はピンクにした。そう、ホットピンク。今まで挑戦したかったけどできなかった。みんなが着づらいやろうなと思って、みんなやっぱ黒が一番着てくれるやろうなと思って挑戦できんかったけど、ついにホットピンクにしました。でもさ、今日さ来てくれとる方がさいっぱいおってさ、めっちゃ可愛かった。マジマジ大正解、ピンクにしてめっちゃ可愛いよ。マジでほんまにめっちゃ可愛かった。みんな合わせ方がうまいのよ合わせ方がうまくてね、何この位置みたいなパンダめっちゃね可愛かった。ファッションとして可愛かった。大正解やった。ピ
ピンクで。みんな着てきてね。目立つし、めっちゃ良かった。目立つはみんなは嫌なのか目立ちたくないか。でもほんまに可愛かったよ。明日着るからねって、ありがとう、着てくれたら嬉しいな。ほんまにアニメみたいって。何が？明日ね、生誕ありがとね、みんな楽しみやね。コールが楽しみすぎみんなちゃんとコールをね、照れずに言うんやで。まともな時間に配信できるの久々。どういうこといつもまともな時間にしてないっけ？公演前とか、あれはまともな時間じゃないんですかまあでも夕方って見づらいんかな。あ、時期か。あ、生誕の話ね。見間違えてたわ。ありがとう、みんなおめでとうっていっぱい言ってくれてありがとうね。いや本当に思うのがさ、この仕事してなかったらこんなにいっぱいの人におめでとうって言ってもらうことないからさ、すごいなんか嬉しいよねでもなんか、この仕事してなかったらマジでもうこのくらいにしか言われんのやろうなって思ったなんかさ、そのリオナとかさ連絡してくれたけど、本当に少なすぎて連絡してくれる数が。なんかメンバーとかはさ、ツイッターとかでみんなおめでとう出てくれてるけどさ、それはもうメンバーやからやん。 NMB に入ってなかったらだから本当に少ないやろうなと思って悲しかったわ。でもおめでとうって言ってくれてる人も、言ってくれた人も元メンバーとかやったりするから、友達少なって思ったくらいまで配信する。みんながあともうちょっと見たいのにって気持ちになるくらいまでで終わります。もうちょっと見たかったのにくらいで終わる。
腹7分目くらいまでで。なんかみんながお誕生日の写真画像作ってくれてたり、動画とか作ってくれてたり、あとはなんかなんていうのお誕生日会みたいなうちわとか並べてくれたりしてくれてんの見てもうめっちゃ嬉しかった。ありがとう、嬉しい。本当に嬉しいよ、ああいうの。ありがとね。おかげで朝からホールケーキ食うな。朝からしんど、血圧が爆上がりや。ありがとね、本当に嬉しい。ミカナちゃんの誕生日だからカレー食べた。え、ミカナの誕生日じゃなくてもなんかいつもカレー食べてない？リホちゃん。画像作るのに2時間かかった。絶対大変よね、画像とか。あんなすごい可愛く作ってくれて絶対大変。ありがとう。ケーキは買ってないの？自分で買うことがないな、ケーキとか。でもいただいて、昨日ねケーキいただいて、それを食べたよ。自分で買うとかはないな。みかなちゃんお口むかわいい。口むこれ、シャメ会ってもう服決まってる。シャメ会は衣装じゃない？衣装じゃないっけ？あれ、衣装やんな。シャメ会は衣装で、握手とかお話し会は私服。ポーズ悩むよね、何しよう。もう来週やで握手会。写メ会って立つのかな、座りじゃない？今までは座りやったよね。
え、座りじゃないっけ。今までは座ってたね。立ちって書いてた。マジマジマジ今回立ち。なんでなんで立つん。座りだとしきれんくね。え、普通に今までの感じでさ座ってたよ。あ、ん、仕切ったらよくない。なんで。写メ会で変顔しようとか言ったらミカが乗ってくれるタイプ。裏切るタイプ、裏切るタイプ裏切るタイプよ。今回たちの前詞。え、絶対みんなアップの方が嬉しくない。どうなん、なんか顔暗くなったりしそうやけど。なんか座りの上半身とかが一番いいと思うんやけど。文句言うなってなすいません。初期の写メ会はたちだったね。初期はさたちやったけどさ、座りがいいと思う。ミカナの変顔は見たいけど見たくない。ミカナは見たくない推しメンの変顔はずっとウサギ年でいいよ絶対無加工らしいないとね。そう、 iPhone カメラだけです。ミカナさん最近前髪ちょい長くて怖い。え、ほんま？ほんま変わったかな。無意識やわ。でも確かに昔のちょっと前の写真見たらもうちょっと短いかも。眉毛かわいいって。眉毛かわいい。今日ケイトちゃんかわいすぎてびっくりしたでしょ。本当にかわいいのよ。本当にかわいい今日もケイトが喋るたびにな、若菜と二人で可愛いって言って、もう絶対うざいんよね、こんな可愛い可愛い言って。分かってるんよ、もういいってってなるの分かってるんよ。でもね、可愛いのよ。マジで可愛い。ケイトちゃんに笑顔褒めてもらう。なんて言われたん？めっちゃおもろい。笑顔褒めてもらった。めっちゃおもろいやん。何？笑顔が素敵ですねって。おもろい。おもろい。ミカには年より上に見られることが多いですか？昔は多かったけど、最近はそんなかな。まあでも下に見られることは絶対ないな。上に見られることの方が多い。2歳上くらいに見られる、いつも年より 2,3 歳上に見られる子。
何歳に見える？でももう知っちゃってるからね、分からんよね。何歳に見られるんやろ、見えるんやろ。なんか20、今は最近は22、23とかに見えるって言われること多いかも。自分じゃ分からん。若く見られることは一回もないかも。見られたことは、でもなんかアイドルってさ、年齢なくない？年齢ないよね、アイドルって。なんか何歳とかなくない？みんな何歳にも見えん。でもアイドルはそれでいいよね。年齢とかなんか自己紹介とかで年齢言うやん。年齢とか言わなくていいのになって思うくらい、アイドルって別になんか年齢って必要ないよね。アイドルやし。リップの色良すぎ。マジディオールのマキシマイザーの900みたいなやつ、ちょっと映せないです。反射するから。ベリー、あ、900全然ちゃうやんけ。006。逆ってな。バカはず間違いやん。006のベリーです。逆って。リニューアル前、いや、めっちゃ最近買ったから最新のやつかな。そろそろ終わろうかな。で、あのルーム、ミカニャンルームの方でちょぴっと配信する。入ってくれてる人だけの特別配信する。まつげいつも綺麗、ありがとう。今日はあんま綺麗じゃないよ。コスメ選びきれないか。みかなさんおすすめたくさん買ってるって、嬉しい。いっぱいお揃いしよう。何時から終わったらすぐかな、準備っていうか、うん、移動するから、うん、1分もかからん。1分くらい。スクショタイム何する？よいしょ。前のアーカイブ途中まで、え、嘘、全部やってない？分からん、あれ自分でやってないんよね。やってもらっ、なんか勝手にアーカイブが残ってて、嘘、ちょっとチェックしてみます。ルームの配信来れる方、21ポーズ、これ12？どっちですか。小尻さんの話ない、マジで。ちょっと確認してみます。逆？言ってる？
みんな可愛いってさそんなまばたきのタイミングで撮っちゃう、やばい、しちゃう。え、マジミカナがあの3分間まばたき我慢できたやつ、本当にもっとさみんな褒めてほしい誰も知らんからな、 YNN の深夜の、深夜じゃないか、早朝の、誰も見てないかあれあれ、もっともっと褒めてほしい。3分何秒10何秒かまばたきを、あのちょっと知らん方に説明すると、本当にそのまばたきを我慢しましょうの企画ではなくて、そのミカナが我慢した秒数の下一桁、まあ、12秒やったら2で、なんか、まあ、その数字のなんか抽選のなんか なんちゃらこちゃらで何でもよかったのよ、本当に。もう3分何秒ね、ちょっとプライドがプライドがちょっとなんか出ちゃって、だからね、あれもっと褒めてほしいあれはね、ここ1年で一番頑張ったね仕事の中で一番頑張ったねうさやけどまあまあすごくない？あれ特技にできる、特技にしようかな、次プロフィール変えれる機会あれば、まばたき我慢って。でもさ、あれはなんかたまたまやった可能性も高いかでもバリドライアイなのよ、ほんまは。めっちゃまばたき多いじゃないミカナ、めっちゃドライアイなのに、なのにあれはちょっと褒めてほしいな辛くなかったの？辛いよっていう話でした。じゃあちょっとね、終わります。みんなありがとう、いっぱいギフト投げてくれて嬉しい、ありがとね、本当に全部見てます読み上げてはないけど、このギフトの欄でみんなが誰が何投げてくれたとか見てます、眺めてます、本当にありがとう。じゃあランキング読みますね。13位モノポンさん、12位ガミさん、11位カホメロちゃん、10位シキさん、9位アヤリちゃん、8位タコさん、7位ミオッチ、6位シャドウさん、5位ヤマちゃん、4位エレンちゃん、3位ゴンちゃん、2位ヒサトさん、1位ポムちゃんありがとうみんな、今日一日店長も来てくれた人本当にありがとう、本当にありがとう。みんなで話してたんよ、3人で、若菜とケイトと、こんな朝早くにこうやってアルバム買って来てくれて、何をどのくらい、何がどんな話、どのくらい話せるかとかも分からんのにこうやって来てくれるって本当にありがたいよねっていう話をしてて、もう本当にありがとう、ありがとうございます。じゃこの後はミカニャンルームの方でちょっと配信するので待ってます。あのミカニャンルームに登録したら見れますまだの方はぜひ。じゃあありがとうございました、バイバーイ。